三重県立神戸高等学校は、三重県鈴鹿市神戸4丁目にある、公立高等学校。学問にもスポーツにも通じる人物の育成、いわゆる文部両道である。2018年度現在、1年生321人、2年生318人、3年生317人。全学年男女比は、若干女子が多い。 2006年度まで商業化が存在したが2007年度から廃止された。亀山市の山間部や県内の広い範囲から生徒が集まるため、原付での通学が条件付けで許可されている。三重県内の県立高校としては最初に全普通教室にエアコンが設置された。鈴鹿市神戸の街中にあり、校舎自体神戸城二の丸跡地に建てられている。 かつて城下町であった名残で、周辺の道は入り組んでいる。校舎は全部で3棟あり、北から第1棟、第2棟、第3棟としている。中央の第2棟には、全日生殖院室、各特別教室、天体観測ドームなどがある。天体観測ドームは現在は故障しているため、使用することはできない。その他体育館、剣道場、武道場、クラブハウス、 プールの施設を備える。6月に体育祭、9月に文化祭が行われる。文化祭は2日のうち、1日は地域の文化会館などを借り切って文化部の発表や、第2学年の発表が行われる。もう1日の校内発表は、クラス展示やアトラクション、第3学年の模擬展などが催され、2007年度までは非公開であったが、2008年度より、 中学3年生、及びその保護者、近隣住民への限定的な公開へ移行した。ただし、在校生への保護者には、以前から事前申請を経て公開されていた。体育祭には独自の伝統競技として、神高体操と呼ばれる体操を行う。これは1年から2年男子が上半身裸で体操を行うものであったが、平成30年度より体操服で行われるようになった。 また単育祭は平成29年度より四日市ドームにて開催されている。2月にはマラソン大会が催される。以前は神戸中学校付近と鈴鹿川沿いのコースだったが、現在は鈴鹿サーキットの国際レーシングコースを使って行われている。男子は8 0トル女子は5 8トル走ることになっている。 二年生時には修学旅行が行われる。今までは北海道に訪れていたが2016年度からは長崎県に変更された。部活動に所属するかどうかは生徒の自由である。ありがとうございます。